ガストンとマドンナが奪い合った、取り合ったという、世界に羽ばたくという日本のダンスアーティストなんですけれども、いかがでしょうか、ケントさん、こういった対岸で踊るというのは。初めてダンサーの方と絡んでウォークをするということをしたので、すごく私は面白かったですね。ぜひ今夜は、ケントさんの商品を楽しんでいただきたいと思いますが、そして、ご覧の実況のフリッツさん、世界中で開催されているファッションナイトアウトなんですが、日本にいらっしゃるということで、ファッションナイトアウト takes place everywhere in the world, New York, London, Paris. How does it feel being here in Tokyo at this moment, enjoying ファッションナイトアウト? Yeah, really fantastic. First, I love Tokyo, Japan. So to be here with you tonight, really great pleasure. A lot of passion.とにかく、私は、東京に行こうじゃないですけど、皆さんのことを、今夜をご視聴いただき、本当に楽しみにして、そして、皆さん、本来私は本当に、ファッションが大好きなのでということで、ね、ぜひ本当に東京のスペシャルなイベリングをエンジョイしていただきたいと思います。そして、いよいよ早速、ナイトアウトスタートするわけなんですが、この後、ショッピングされている間、実は、この大階段が、パーティー会場ということなんですね。そんなショーを盛り上げてくれるスペシャルな DJ の皆さんをご紹介しましょう。まずはアーティストのバーバルさん。実は村上さんのこれは IK
店なんですね。コグちゃんという、マンションなんですが、今日は村上さん、残念ながらお仕事の都合で会場に来れない、ということで代わりに、こんな可愛いゲストがファッションズナイトアウトにどうぞ行っちゃう、どうぞ行っちゃう。どうしたんだ、一体何が起きているんだこれはと。びっくりですよね。いや、コムちゃんびっくりですよ。一体何が起きているのこれは。私は一体何をすればいいのという感じですよね。コムちゃん、有名になってしまったのみたいですけど、ね、パッチリもすごい可愛いです、うん、あ、コムちゃん可愛いな。はい、分かりました。アトリエのマスコット的存在のコムちゃんの愛らしい姿が描かれていたチャリティーアイテムは T シャツが3種類、そしてカラフルなバッグが3種類、プレミア商品になることは間違いなくと選んでいます。アイテムの販売ショップはファッションズナイトアウトオフィシャルパンフレットをご覧ください。あとまた開館した正面のホールブースでも、販売していますよね。グッズの収益の一部はチャリティーとして、認定 NPO 法人国境なき子どもたちと手当付きに寄付されます。限定アイテムですので、この機会にぜひ設置してください。これ、今夜オンリーですね。販売、今夜オンリーですからね。もう明日は購入できませんので、ぜひこのチャンスを飛ばさないでください。はい、ということで、本当にさまざまな感じのね、アーティストクリエイター、それぞれ皆さんにお集まりいただいたわけなんですが、ここからは、バーバリさんはじめ、UGJ の皆さん、及川喜多さんにフロアを盛り上げていただきたいと思います。はい、そして、ゲストの皆さん、知ってください。淡谷本さんと会話いろんなところに行ってください。知れ、行ってください。はい、そしてまた11時に、ここで、お会いいたしましょう。11時、あんまり時間ないね。そう、11時、そうね、うん、はい、11時になったらまたここでお会いしたい。クロージングチャンネルでございますね。で、スタートフロア新鮮会場では超豪華商品たちも皆さんをお待ちかねということですので、皆さん、ファッションズナイトアウト、今夜はどうぞお楽しみください。イエーイ、イエーイ。
Salvation back. Just sending your love has the power to heal. So let's all give. It's not a lot to give, just a little bit.